富士山駿河湾フェリーによりますと駿河湾フェリーの2023年度の決算はおよそ6300万円の赤字でコロナ禍以降の団体客の回復遅れや前年度の運賃半額割引促進策終了による個人客の減少が主な原因だということです。過去、コロナ禍のののの、影響が大きかっったた2021 5000年度におよそ5000万円の赤字だったものの 2022 1100年度はおよそ万円の黒字でした富士山駿河湾フェリーでは今年度、個人客向けの割引や外国人客向けの高付加価値サービスの提供で利用促進を図る方針です。